皆さんこんにちは。8月9日に自力優勝が消滅した巨人、8月8日からの首位阪神との3連戦では力の差を見せつけられ、トップへの高い壁を感じています。さらに先日阪神に負けたため、これでカード3連敗を記録、順位も4位に止まっています。このように連敗で苦しんでいる巨人ですが、特にこの3連戦では数々の失態を晒すことになりました。一体どのような失態を晒し負けたのか、また巨人は今後どう戦っていくべきなのでしょうか。今回はそんな巨人の失態や今後についてご紹介していきます。まずは巨人と阪神の3連戦を振り返っていきます。試合は8日から東京ドームで行われました。阪神はこの試合前までに4連勝中で、一方の巨人は前カードの広島戦で負け越しを喫しての試合。この日巨人はエース菅野選手を投入、ここで連勝して波に乗りたかった巨人でしたが、菅野選手は好調な阪神打線の勢いに飲まれてしまったのです。最速150キロの直球にフォークやスライダー、カットボールと多彩な変化球で試合を組み立てようと試みるも、制球力を欠き本来の力を発揮できなかった菅野選手。初回1失1塁から大山選手に中前への先制的自打を許し、2回にも1失点、2回2失満塁のピンチでは大山選手を空振り三振に抑えて踏ん張ったものの、3回西選手に中前的自打を浴び降板。変わった2番手今村選手も後続を抑えられず、結果は2回3分の2 74球を投げて7安打5失点で5敗目を喫し、先発としての役割を果たせなかったと責任を負いました。試合後報道陣から菅野選手の投球について聞かれた原監督も、皆さんに任せます、あんなんはと厳しい言葉で顔をしかめ、菅野選手は次回に向けてしっかり調整していきたいですと短い言葉を残し球場を去りました。このように初戦から苦しい展開となった巨人ですが、問題は次の9日の試合でした。この日巨人は阪神に痛恨の連敗を喫し、今季99試合目で自力優勝の可能性が消滅。1点を追う7回に中田翔選手が代打で一時逆転となる13号ツーランを放ちましたが、8回に鈴木康平投手が西から中野選手に同点ソロを献上、延長11回にタイラー・ビーディ投手が3点を失い競り負けてしまいます。首位阪神とのゲーム差はこれで今季最大タイの10となり、かなり苦しい状況に追い込まれていました。ここまでは勝負の世界なので仕方ない部分はあります。ですがこの試合ではいくつかの失態が重なり、敗戦したと言っても良い試合でした。特に問題となったのが5回に打席に立ったブリンソン選手でしょう。打った瞬間本塁打と思ったのかもしれません。確信歩きするも中堅フェンス直撃の一打で全力疾走を怠り、長打なのに単打になりました。結果後続の中山選手のヒットで得点できず、先制点を取り損ねたのです。実は今季のこの阪神とのカードですが、先制点を挙げた方がここまで15試合で12勝しています。そう考えると先制点を挙げるというのは大きな意味がありました。しかしブリンソン選手の走塁はミスでもボーンヘッドでもなく、単なるタイマンプレー。しかも相手は首位の阪神です。強い相手に隙を見せてはいけません。結果試合は膠着状態となったこの試合ですが、7回についに阪神に得点を許してしまいます。しかし巨人も7回の裏に即座に中田翔選手のツーランで逆転、球場の雰囲気も変わりおせおせムードとなっていました。その直後の8回、リリーフした鈴木選手が打たれ同点に、そして11回にはビーディ選手が無視一塁で4番大山選手と対戦しているのにもかかわらず、走者に走られたくない気持ちの方が強かったのか、投げないだろうと思っていた外角のまっすぐを右前に運ばれてピンチを広げ、そのまま敗戦。これで自力部位が消えたことになりました。このようにタイマンプレーや系統ミス、配球ミスなどが重なり試合を落としてしまったのです。そしてこのミスは次の日も続きます。3連敗は避けたい巨人はこの日、チームの勝ち頭戸郷選手に先発のマウンドに託します。その期待通り戸郷選手は好調の阪神打線相手にピンチは背負うものの、本塁は踏ませず粘りのある投球を披露し、スコアボードに0を刻み続けます。一方の巨人打線は3回に吉川選手の併殺の間に1点を先制、しかし相手先発の才木選手の前に抑え込まれ、先日同様行き詰まる投手戦が繰り広げられます。とはいえ
1点を守りきれば勝てる試合。しかしここで巨人にまたしてもミスが出てしまうのです。1点リードの7回無視1・3塁のピンチの場面、阪神木浪の打席で投手戸郷選手派遣請求を1塁に投げます。すると1塁の中田翔選手がまさかの捕球ミス。これであっという間に同点に追いつかれ、これで張り詰めていた糸が切れたのか、その後西までこぎつけるも近本選手に痛恨のツーランを浴びて降板。打線も8回に坂本選手がソロホームランを打つも9回に2点奪われそのまま敗北。そもそも中田翔選手のミスした回は戸郷選手もフィルダースチョイスでアウトを取れておらず、この回2つのミスがありました。先日の試合ももこの試合もミスさえなければと言わざる試合展開だっただけに、かなり苦しい展開となってしまいましたね。原監督は試合後、中田選手のミスについて生涯しないでしょう、そういうミスを彼はね、とコメント。なお阪神に本拠地での同一カード3連敗は1年ぶりで、首位と今季最大11ゲーム差となってしまいました。ここまでゲーム差が広がればさすがに優勝は厳しいという状況。また今の阪神を見ているとそれほど落ちてくることはないと思います。巨人の宿命として優勝を唱えないわけにはいかないかもしれませんが、菅野選手の調子が上がってこない現状だけに、もう A クラスを死守することに方針を変えた方がいいかもしれません。ですが現状の巨人では A クラスも危うい状況とも言えます。先日の試合でもそうでしたが、巨人は中継ぎに致命的な弱点を抱えています。勝ちパターンが作られておらず、クローザーの大勢選手は離脱中。この阪神3連戦は中継ぎがしっかりしてれば少なくとも3連敗することはありませんでした。先発は現エースとなった戸郷選手とグリフィン選手、メンデス選手に山崎伊織選手と揃っては来ていますが、中継ぎが安定しない限りかなり厳しい戦いになるでしょう。さらに巨人はチャンスに非常に弱く、本塁打数は12球団トップの121本と多いのですが、得点圏打率は2.45、これはセリーグ5位の記録です。6位はヤクルト。4番の岡本選手が最近化け物じみた活躍をしていますが、得点圏打率は2.33と低く、チャンスで凡退する場面も多くあります。このように勝負どころでの弱さが数字に出ています。先日の阪神戦でも下位打線で無視1点3塁のチャンスを作ったのに、1番の吉川選手が併殺で1点は入れたもののチャンスを一気に潰しています。ここは最低でも犠牲フライもしくは併殺をなくす打撃が求められただけに、勝負どころの弱さがよく出ているシーンと言えるでしょう。またブリンソン選手の怠慢は論外ですが、守備のミスをはじめ相手に隙を見せることが多い印象もあります。こういうのが重なると敗戦につながるので、このあたりのミスをなくすよう凡事徹底は必要なのかなと思います。ですがやはり投手運用が今後浮上する大きな鍵となるのは間違いないでしょう。勝ちパターンの確率と先発投手の運用、原監督はリリーフを大量に注ぎ込む傾向があるため連投を避けるなど、選手の疲労管理などこのあたりも加味して運用しなければ、疲れが溜まってますます投手が崩壊してしまいます。先発も戸郷選手は WBC もあったため疲労が懸念されます。またグリフィン選手も来日1年目、ここを無理やり使うのも今後に悪影響を及ぼす可能性があります。この2人を今後どのように使っていくかも鍵になりそうです。野球解説者の高木豊さんはこの2人の運用を含めた巨人の先発ローテについて、この2人を広島 DeNA にぶつける手もあるだろうが、上位3チームはまだこれからも潰し合いをしてくれるはず、4位である巨人は上を見るのではなく下位のヤクルト中日に足をすくわれないようにするべき、その観点でローテンを考えてみてはどうだろうと、下位のチームとの戦いで取りこぼさないよう提言しています。 A クラスに浮上するにはこの辺りを叩かなければ浮上はありませんし、高木豊さんの言う通りかもしれません。現在苦しい状況でシーズンを送っている巨人、残り40試合の中でどれだけ勝ち星を重ね今後 A クラス入りを果たすことができるのでしょうか。注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。